はい、皆さんこんにちは。ダイビングインストラクターのシュウです。今回はですね、まあいつもの海動画の映像を流す動画なんですけども、今回水中撮影の機材を大幅にランクアップしまして、で、この GoPro っていうカメラを使ってるんですけども、撮影で悩ましいことがいくつかあって、それはですね、ちょっとまた次かその次ぐらいの動画でアップしようかと思ってるんですけども、一つは画角のことと、もう一つは光のことなんですよね。で、この二つを解消するために、一個一個、レンズのこと、ライトのことっていう動画はまた後日アップしていきます。今回はその最強キットが揃って初めて撮影をしてきたので、その海動画をちょっと流しながら皆さんに見ていただこうかなと思ってます。で、どんな道具を揃えたかっていうと、まあこちらがレンズです。イノンのセミフィッシュアイレンズってやつですね。で、ライトに関しては RG ブルーっていうところのライトです。で、この2つに関しては詳しくは別の動画でアップしていきます。今回はその2つをどのようにセットしてどうに撮影してきたかっていうような形でご説明していきたいと思います。じゃあまずセットした形をお見せしたいと思います。今のレンズとライトをセットした形、こんな形になります。で、グリップを持ってこういった撮影になるんですけども、これが今んところ僕が考える最強の GoPro のシステムかなと。で、GoPro においてはとてもいいカメラなんですけども、やっぱり水中画角が狭くなっちゃうこと、それから光が圧倒的に足りないっていうこと、この辺がネックだったので、今回このキットで撮影をしてきました。で、かつ、このレンズの動画を流すときには言ってるんですけども、レッドフィルターが付けられないことによって色合いが出せないんです。それなんで、ちょっと僕なりに工夫をして、こんなのを作ってみました。これね、いらなかったレッドフィルター、まあ GoPro 純正のなんですけど、GoPro 3かなんかのレッドフィルターを、こんな形でレンズに当てた状態。で、これでセットすると、セットできたんですよね、これが。ちゃんと。はい、こんな感じです。ですので、フィルターでの色合いも出せて、かつライトでの色合いも出せる。そして広角レンズをつける。こんな形で今回は水中画像を撮ってきました。で、ちょっとゴールデンウィーク前で、まだ時間があったので、今回の撮影の後はしばらく撮影できないと思うんですけども、今回これで撮ってきた、海動画を皆さんがもし GoPro 使っている方がいらっしゃるんであれば、自分の撮ってる GoPro 画像とどれぐらい違うかっていうのをぜひ参考にしてもらえればなと思います。じゃあ、海動画の方行ってみましょう。